お疲れ様です。ガナハ響き、望月アンナ担当プロデューサー、わさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年々5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはアイドルマスタームービー、輝きの向こう側へです。10月8日日曜日からアイドルマスターミリオンライブのアニメが始まります。で、そのミリオンライブの中でこの輝きの向こう側へにも出ている子たちが何人かいるんでね、まあもしね、あ、なんか お前が動画上げてるんだったら見てみるわっていう方がいらっしゃれば、ぜひこの輝きの向こう側へも見ていただきたい。で、ミリオン、こっちを見てミリオンを見たら、ああ、なるほど、そういうことねっていうのがわかる会話とかがあったりするから、まあ、もしね、D アニメストアに加入している方いらっしゃれば、D アニメストアで見ていただきたい。D アニメストアじゃなくてもいいや。俺は他調べてないんだけど、D アニメストアだと丸々1本、そのまま本編で見れる。122分10秒。見れるんで、まあよかったら、見てほしい。ミリオンはミリオンだけで見てもいいんだけど、もうちょっとだけ細かいところに気づきたいなって思うんだったら、こっちの輝きの向こう側へもぜひおすすめになります。もうすごいね、2014年だって。すげえよ、毎週見に行ってたら。まあじゃあ今から約2時間お付き合いいただきたいと思いますんでね。まあ、別に俺の動画は見なくてもいいから、輝きの向こう側へを見て、そしてミリオンを見ていただきたい。まあ、ほんと気持ち、あ、あの時のあれじゃってなるようなのがあるからね。それじゃあ早速見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。これね、やばい、やばいよ。どうせ泣くんだろうな。どうせ泣くんだよ、もう。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。アニプレイ。眠り姫、
フェイトオブザワールド。これのあれあったよな、確か。名前が出てこねえ。かっこいい。おにぎり。なんなんだろうな。姫だ。同時上映、ハムゾーの大冒険。あー、始まったー。 Are you ready? Go! ゆうぐうこまちの3人ですよ。かわいい。ここ好き。
好き。ここ好き。俺ここが当たったんだよ。特典のフィルム。アイドルじゃなかったから。ここ好き。今のね、いおりの表情よ。ハムゾー。まあみんな納得よな。アイドルマスタームービー、輝きの向こう側へ。
久しぶりだ。BGM これ今気づいた。ありがとう。来た来た来た。一番最初に喋ったのってナオやったんやろ。こうあれだからね、デレとサイド M も関係してるからね。来た全員、全員じゃないけど、見て、
高値登場。響き、響きの顔。セリカのすごいです。鳥取。
怖い。怖いよ。ここ本当にバラバラなんだよな。すげえよな。全員をバラバラにかけるってすげえ。あ、思い出した。かわいい。いいよな、マジで。好き。ちゃんとね、勉強もね。これいいよな、ここ。
これ。ここ、これね。これ、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 ここ、これ、これ、ここ、ここ、これ、これ、ここ、これ。正確には違うんだけどね。いや、でもやっぱいいよな。覚えといてね。覚えといてよ。デレにもサイド M にもいるからね。わあ、すごーい。かわいいね、アンダンちゃん。あら、
ここか。ここ、ここ。ここ、ここ。ここ、これ。ここ、ぬるぬる動く。こんながっつり使っとったけど、当時気づいてなかったな、俺、BGM。ここでも使ってんな。何やったっけ？何だったっけ？ここいいよな。ここいいよな。そうマジで好き。すごい。
アンナちゃんずっと拍手してたな。美奈子がな、ちゃんとな、美奈子な。
サインもらえたね。ちゃんと見送ってんだよな、偉いよな。この後ろね。あら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 、すごいな。いいよな。いいよな、ここ。いいよな。トレの先生、
美奈子。
覚えてた、今の。今のは覚えてた。喧嘩じゃないわよね。来たぞ。かわいい。可愛いよな。可愛い。
うわぁ。うわぁ。
やっぱいいよな。やっぱいいよ。いいな。
ブ当日。これ、やべえ、終わる。
の向こう側へ。ここ見といてね。マジでちゃんと見といてね。ここ。ここも見といてよ。ここ。ここからライブ後だからね、ライブ後。サイン入りのパンダ。ここ見て。ここ見て。いいよな。
終わっちゃった。久しぶりに見たわ。当時はあれだったの、 BGM のこととか気づかなかったな。全然多分気づいてないはず、覚えてないけど、当時そんな気にせんかったけど、今見たらなんかわかるな。よかったな。俺当時こんな泣いてないと思うんだよな。明らかになんか泣く量が増えた。いや俺、え、いや映画館で泣いたは泣いたんだけど、ここまでは泣いてないはずなんだよな。おじいちゃんだ、おじいちゃん。おじいちゃんだから泣いちゃったよ。まあがっつりそのメインでね、組んだあのバックダンサーとして登場した女の子たちが何人かいました。で今度、まあまた繰り返しにはなるんだけど、10月の8日日曜日から始まるのは、その今回バックダンサーをやってた子たちと、まあ他にもね何人か、エンディングの時にここ見てって言った時に4人ぐらい映ってたあの子たちも登場します。まあでもそのカットの後に出てきた子は、渋谷凛って言って、また別の、なんて言えばいいんだろうな、まあ別のところのお話。渋谷凛はシンデレラガールズの方だから、また別にはなるんだけど、この今回のこの輝きの向こう側へで出てきた子たちと、まあそこでさ、まあなんかいろいろあったじゃん。でまあこれを覚えた状態で、10月8日から始まりますアイドルマスターミリオンライブのアニメ見ていただければなぁと思います。他にもねまだいっぱい出てますんでね、女の子たちが。で、今ミリシタって言って、アイドルマスターミリオンライブシアターデイズっていうスマホアプリのゲームがあるんですけど、それが今キャンペーン中でございます。なんでね、この動画の下説明欄、概要欄のところにリンクを貼っておきます。だからまあもしよかったらね、そこから飛んでいただいて、でまあ同僚っていう機能がある。まあ他のゲームでいうそのフレンド機能みたいなのがあって、で実際ゲームの中でフラスタを送り合うっていうミッションが、送り合うっていうか送るっていうミッションがあるんだけど、まあそのミッション達成のためにね、同僚、同じプロデューサーを、まあゲームのユーザーをね、増やした方がいいっていうことで、まあぜひ、僕の ID もね、貼っておくんで、よかったらそこから同僚の申請をしていただければいいなと思います。僕の、右下のユーザーネーム、ごめん無理ってなってます。え、何これって思うかもしんないけど、その右下の説明欄のところに、わさもんではちゃんと書いておくから、ごめん無理が出てきたら合ってるから、違う人じゃないから。俺はごめん無理っていう名前でやってるんだけど、ごめん無理がいたら、まあよかったらね、やってください。なんかね、まあ特典として、衣装が手に入ったりとか、いろいろいいことあるんでね、まあ自分一人で、別に、ダウンロードして、そっからプレイするっていうのでもいいんだけど、まあちょっとでもね、楽しくできればなっていうのがあるから、まあぜひとも、この概要欄に貼っとくんで、そこの、ID をですね、僕の ID があるんで、検索機能のところで同僚を追加するっていうところがあるから、まあそこで、僕の ID を打ち込んでもらって、で、僕がちゃんと許可をして、で、なんかある一定の条件まで進めば、なんかその報酬が入るみたいな風にはなっておりますんで、あとのその詳しいことは、アイドルマスターミリオンライブの公式の、ツイッター、X の方をね、確認していただければなぁと思います。一応それも貼っとこうかな。そっちの方が多分わかりやすいと思うから。まあ、なんか、
ミリオンのために復讐をと思ってたけど、ねえ、こんなに改めて見るとこんなに良かったとは思わなかったね。いろいろ思い出して良かったな。だからさ、ずっとこれ置いてあるんじゃん。これがね、ちょうどね、そのね、2014年なんだ。これがあのね、埼玉スーパーアリーナであったライブだからね、いろいろ思い出したわ、当時のことを。よかったな、埼玉スーパーアリーナであったサイパン公演の、サイパンだから埼玉じゃないか、サイパン公演思い出した。まあね、この一つだけじゃなくてね、まあ実際ゲームをプレイしてみたり、あとはまあそれこそ本当にミリアニの方を見て、いろいろなんか感じてもらえればなとは思います。もうマジで言っとくけど、激強すぎる。いくらそのミリオンを知ってるからといって、補正がかかってるからといってっていうのを抜きにしても強い。それぐらいおすすめできるアイドルマスターミリオンライブ。まあ実際もう本当にこれを見なくてもいい、見なくてもいい。でもこれを輝きの向こう側へを見てることで、もう少しだけミリアニが面白くなるみたいな、そういう感じだから。もっと言うんだったら、俺のこの動画は見なくていいから、もう俺のこんな動画なんか見なくていいから、自分お一人でね、まあ、輝きの向こう側へ、あの D アニメストアに入ってますんで、よかったらねそれを見ていただいて、でミリアニぜひ見ていただければなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということで、10月8日日曜日から始まるアイドルマスターミリオンライブのアニメのために、アイドルマスタームービー輝きの向こう側へを見た配信でした。はい、いやーよかったね。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、アイドルマスタームービー輝きの向こう側へでした。ありがとうございました。ならへ。